回見て、なんやこの番組って思って見てみたんですよ。あ、すごい面白いなって思って、他見てみたら、なんか玉の、ね、方出てたりとか、イチキップリンでゲスト呼んでやってたりとか、なんてゲストが渋いんやと思って、そっからハマってもうたんですよ。うわー、これがあの吉本バナナさん。はいはいはい、はい、あーすごい、バナナって本人が使っていただいて。そうなんですよ。家入りレオさん。うわ、家入りレオで、これ松崎しげるさん。怖い怖い怖い、こっちこっちどう違うの。ここは知る人ぞ知る有名人が集う雀荘、ジャンワラ。ニーハオー、私店長のジャンシンガーピーちゃんでございます。ヨロロー。はい、そして、はい、従業員のレーザーラボ RG です。ヨロロー。はい、そして、常連客のパジャマトリアでございます。はい、ヨロロー。プロプロします。雨ですね。雨ですね、はい、せっかくオープンにしてるのに。そう、今日初のオープンスタジオです、はい、初の午前中収録、かつこのスタジオちょっとね、はい、こんないい景色だったんだってことね、この近くはね、いやね、いるとかね。あ、そうそうそう、高級住宅街の中にあるスタジオでして、有名人の方がね、はい、ゴロゴロ住まれてるんですよ、本当ね。そうですそうです。多分ですけど近いということは、はい、スリムクラブ前田も近い。あ、言っていいんですか。何ですかその法則。いや、で家近くていいと思う。あ、そうなんですね。そうですね。あ、前田もこの辺に住んでる。いつか出てこないから。探偵マネーがあるから、そっちの方が気になってきました。そうですね。はい、失礼しました、はいはい。それとですね、今週はなんと、はい、あのクラファン前やってたじゃないですか。はいはい、で、あのクラファン終わった後に、はい、やっぱりクラファンしますって言って、あのクラファンしてくれたリスナーさんがいて、終わってから、 ありがとうございます。あ、すごい。ジャワラ見てる方も知ってると思うんですけど、ホテイヤさんっていうね、はい、ありがとうございます。ホテイヤさん今日静岡から来ていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、見学に来ております。ラジオのね。そうなんです、はい、ラジオやりながら、こういうあの、はい、たぬき探偵ジェリーっていうね、こういうあの謎解きのゲームとかを作ってらっしゃるみたいで、はい、あの一応クラファンでお便りを読む特典があったので読ませていただきます。はい、ください。はい、番組名はじゃあワイドンにします。ワイドンの頃からいつも楽しく拝見しています、はい、終了から約半年携帯は変わりましたが、復活してくれたのは一 RG さんファンとして、 RG ファンとしてとても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、またヨルドン当時リング、ヨルドンって言いましたね今ね。あ、じゃあ言ってしまったな。ワイドンですよ。ワイドンです。ワイドン、すいません、ちょっと記念直人さんに迷惑かかるから。いや、そもそも記念直人さんって言ってるんですよ。迷惑かかるから。当時のリングネームのコーナーでは、はい、はがき職人としても送りがいがあり、毎回これ使えるかなと考えたりもしていたので、ジャンワラでも復活一回ねしましたけれどもね、その時は嬉しかったですと、うん、ただ、この番組見すぎて、先週水曜日のダウンタウンでやっていたスベリワングランプリやインタケさんの説を見た時、スイダウがこの番組のスピンオフではないかと思うようになりました。確かにな。この番組は時代を先取りしていると思うので、いつの日かどんな形でもいいので日が当たることを期待してます。うわー、ありがたい、はい、ありがろんです。ありがたいですね、はい、確かにね、先取ってましたね、はい、確かに。そうですね、メンバーがもうジャンワラのメンバーばっかりですからね。そうですね、はい、まだまだいるけどね、こっちにはね、はい、そうですね。そうか、ゴスケも活躍したんでね。そうです、ゴスケさんも。ジャンワラ意外と開運番組かもしれない、ね、開運、そうですね、ここからちょっとずつなんか奇跡が起きるかもしれませんよ、はい、マジで、はい、というわけで、はい、YouTube ジャンワラの登録よろしくお願いいたします。という、毎週土曜日の夜はお付き合いください。大崎広小路駅から徒歩1分の不動産会社スマイルパートナー。ドアを開けるとスマイル坊やがお迎えしてくれます。代表の松沢さんは五反田商店街振興組合の副理事や公益社団法人全日本不動産協会城南支部の支部役員を務めており、地元地域や不動産業界の活性化にもエネルギーを注いでいます。不動産のことから地域のお困りごとまでお気軽にご相談ください。出会えた方、皆様にとっての笑顔のパートナーになります。スマイルパートナー。それではここからはとにかくゲストの登場です。そろそろいらっしゃると思うんですけどね。ま
だかな。こんにちは、どうも。はい、どうも。お願いします。どうも。はい。おはようございます。ひろみやさんです。おはようございます。ハッシュタグロブリー。もう、いきなり全開。いきなり全開。いや、嬉しい。ありがとうございます。嬉しいな。じゃあ、嬉しい。ありがとうございます。ツイッターを、言っていいですかね、これ。あ、もちろんです。はい。X をフォローしてくれたんですよ。そんな芸人がいてるんですか。いや、違う。最初、長野さん出た回あったじゃないですか。で、長野さんが出てる回見て、なんやこの番組って思って見てみたんですよ。ほんなら、なんかこう、なんていうんですか、こうラジオの感覚で喋ってて、はい、あ、すごい面白いなって思って、他見てみたら、なんか玉の、ね、肩出てたりとか、はい、イチキップリンでゲスト呼んでやってたりとか、なんてゲストが渋いんやと思って、そっからハマってもうたんですよ。わほんでその X でフォローしたら、そう、あのもう嬉しくて、お見せしますってご連絡して、私から出ませんかって言ってください、はい、直接 DM、はい、あー、そうなんや、嬉しいな、それはめちゃくちゃ嬉しかったです。いやでも、いや、呼んでいただいてすごい嬉しいんですけど、はい、結構やっぱ渋いあのゲストが好きなんですよ。はいはいはい、だからちょっと自分で言うのもなんですけど、ちょっとポップすぎるんで、いや、僕が視聴者やったら嫌なんですよ。あ、なるほどな。篠宮には出てきてほしくない感じがします。え、もうポップやと思ってた。え、ポップスめちゃめちゃ松竹のキングコングですよ。言われてました、はい、昔は言われてました。松竹のキングコングです。そんな意味分かったんですか。はい、いやいやいや、まあ、特にピンになられてからは、はい、もう全然あのインタケですよ。僕インタケ枠なんですか。どうしたんですか。インタケ側にこうグッと来たっていう。あ、いや、ちょっと嬉しいな。結構もうインタケ嬉しいですね。リアクなネタをやられてて、インタケが引き、はい、そうですよね。大きく分けたらね、大きく分けたらこっちに来ました。ジャンワラはあの、うん、そのフォローしたらすぐフォロー返してくれてはったんですけど、はい、インタケ返してくれないんですよ。インタケ全然返してけ。マジで、はい、なんでかな、インタケが優しいのにな。あれ、インタケね、なんかちょっと意地悪説みたいなのがね、出てましたね。ね、長野さんの回でね、はい、まあ、愛を持ってね、はい、愛を持っての、ね、愛を持って本性を暴くと。あの、私は一回も悪い人と思ってないんですけど、めちゃめちゃいい人ですけど、悪い方が面白いから、はい、それで言うと RG さんも、はい、まあ、僕そのもうデビューした時には当然、はいはいはい、もうレイザーラモンさんデビューしたんで、うん、はい、当然テレビ見てたんですけど、はい、やっぱりなんつうか、こう芸人さんが好きな芸人さんで、うん、みんなから愛されてるんで、なかなかこう接点なかったんですよ。はいはいはい、事務所も違いますしね。はい、で全然接点なかったんですけど、うんうん、レーザーラモンさんが漫才に力入れるって言って、はい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 、漫才受けたワロタで、うん、ザ漫才って大会に出るってなってやったはったんですよ。はいはいはい、でそれと同じタイミングでその僕らが、DVD を出したんですけど、はい、そのタイトルが漫才する彦やるぞやった。あ、そう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 。でそれを見たあの RG さんがその漫才一門やっていうことで、うん、一緒に二組でライブやらせてもらった。そうなんです。当時はもうでも眩しくて、松竹のキングコングやった。松竹のキングコング。その頃はもう松竹のノンスタイルになってた。キラキラしてたからもう。でも私びっくりしたんですけど、改めて16歳から生まれてるっていうのがびっくりして。入ったの早かったです。ほら、もう16歳で松竹入ったんですか。松竹の養成所に入らせてもらって。養成所、はい、すごいや、びっくりや。ジュニアさんや。そうですね、ジュニアさんですね。松竹のジュニアさんであり、あとギャロップの毛利さんでもあります。毛利さんも早いですよ。毛利さん早いんですよ。毛利さんも早いです。毛利さん同い年なんですけど、高1から入ってるんで1年先輩なんですよ。はい、うわー、モーリー、まあ、モーリーもチャンピオンですからね。そうですね、チャンピオンなんで、セカンドでチャンピオンなんで、はい、だから本当にこうね、もう漫才でこうやられてて、はい、でまあその去年ですかね、はい、あの解散されちゃったんですよね。解散しました、はい、びっくりしましたけども。やっぱ辛かったですか、解散は。あの快適です。快適です。やっぱ言われた時はどうしようかな、やっぱ一人でやっていけんのかなとかいろいろ不安あったんですけど、いざなってみたらむちゃくちゃ快適です。解散あるあるなんですけど、解散あるあるなんですけど、解散する頃には結構気分楽なんよ。言われたぐらいが一番うわ、はい、どうしようかなかし、はい、あとはもうね、早終われ早終われっていうか、はい、世界向いてますからね。世界に一番近いのなんやろうなと思って、やっぱその英語でリズムネタをPPAP やなと思って。最初 PPAP をパクるとこから、そっから、そっからね、全てはね、まず、はい、ほんでそのパクってる間に、うん、まあその
バズらんやろとか思ったんですけど、うんうん、むっちゃバズるもんなんですよ。でもとりあえず小坂さんに電話して、すみません。バズりました。すみません。バズりました。すみません。そしたら、いやもう俺知らないことにしてるからさ、もうじゃんじゃんやってよっつって。かっけー。はい。TPAP でもう一回バズらしたってことですね。もう一回。そうですね。すごいな。もういろんな外国の人が。見てました。木下さんも見てくれてた。木下さんも見てました。見てくれてた。はい。てかそもそもそのさっきね、その YouTube、うん、人数増えたって言ってるんですけど、うん、解散した時はそんな増えてなかったんです。うんうん、でちょうど1年前ぐらいに木下さんに呼ばれて飯行こうって言って、でまあそこでなんか木下さんのこう YouTube 撮らせてもらったんですけど、でその時に木下さんがいやちょっと俺篠宮が売れる方法を考えてきて、なんすかって、お前ちょっと TikTok やれやって、でその時にいや今更 TikTok って何なんすかねみたいな感じで乗り気じゃなかったんですけど、せっかく言っていただいたんでって、そのなんていうんですか、今までやったネタ動画をこうショートにしてTikTok とか、それこそこう YouTube のショート動画を上げ出したら、うわーって増えてた。恩人やん。やっぱあの人はやっぱ持ってますね。物価もね、やっぱ、はい、やっぱ物価お洋服の、物価もね、やっぱみんな来てたしね、やっぱ。みんな来てました。みんな来てたし、ね、はい。小杉さんとか、伊達さんとか来てありました。で大きい、そう大きい人たちね、はい。大きい人たち向けのって。はいはい。ナオミのプニュースと、はい、ね、物価ですからね。はい。二大ブランド、ゲールね。芸人の渡辺直美さんの方はやっぱ芸人さんに来てほしいってことで、はい、結構その聞いた噂ですよ、はいはい、もう無料でバーってこういろいろ配ってはったらしいんですけど、木下さんとかはちょっと違う、はい、あれ半額でお提供です。ちょっともらうんですね、はい、そこはやっぱり もらうってなる。いやそうもらうなる、聞いてますもん。そういやもうさ申し訳ないです、半額払わせてくださいと、ね、っていうことそうそうスタンススタンスこの間もマルコポロリでもね、今日出させてもらいました、はい、もう円満な感じなんですよね。そうですね、不思議なことに、はい、何の、まあでも感情もなく、感情もなく、嫌な感情ですよ、嫌な感情もなく、はい、なくね、はい、よかったわ本当に、はい、ね、あの時本当に松竹激震 でちょうどその激震のままコロナ禍入って、はい、でもう南川がさ、あのダッチク TV っていうの始めてさ、あ、ようチェックしてありますね。ヒコロヒーとさ、ヒコロヒーと始めたんです。ダッチク TV 始めてさ、はい、であの時どうなるかと思ったんですよ、はい、そっからね、立て直しましてよかった。南川おって、ヒコロヒーおって、なすなかにしおってみたいな。うわもう全部、もう全部そこ支えたっていうか、そうですよね、繋いだ男です。そう、あとヒコロヒーの、はい、もう爆売れしてるやん今。爆売れ、あんな売れ方見たことないですね、マジで。爆売れしてるやん、はい、どう思ってあるんですか。いや、ヒコロヒー売れてよかったなと思うんですけど、うんうん、はい、そうですね、大変そうやなっていう、はい、なんかこう、ね、もう売れてみんながこう羨ましがる存在なのかなと思ったら、うんうん、なんかこう、太田さんになんかこうちょっと、うん、まあ、悩みあるんですみたいな顔してるんですよ、うん、悩みあるんか知らないですけど、うん、で、それ見た時に、うん、もうそれ相談できないじゃないですか、僕その位置まで行ってないんで、その位置まで行ってないんで、あ、はい、だからとあのなんかだるそうにしてんのって悩み聞いてほしい顔してんねん、ちょっと悩み聞いてほしい顔ですね。安入な感じは、安入な感じ出しよんな、はい、確かにな、だいぶ兄さんやもんね、だって、まあそうですね、だって、今だってもう TKO さん、よい子さん、しのみやぐらいじゃん、はい、まあ、あの団長とかいますか、団長、クロちゃんも爆売れですけどね、クロちゃんもむちゃくちゃ売れてますね、クロ、ね、はい、ちゃんとの関係性みたいなのは、クロちゃんは僕団長よりは後輩なんですけど、クロちゃんよりは先輩なんですよ、うん、あ、ややこしい、うん、はい、で、あいつ京都住んでて、大阪時代は、で僕も京都住んでたんで一緒にこう阪急乗って帰るみたいな仲やったんですけど、で、あいつすごい女好きなキャラクターなんですけど、はい、ですけど、はい、あれも偽ってるんじゃないかなって、はい、もう いいの言っちゃって、まあ、ピー入れますね、はい、あの、あいつの実家に泊まりに行ったことあったんですよ、はい、広島なんですけど、はい、で泊まりに行って、はい、で、まあ、向こうのご家族にいろいろ料理振る舞ってもらって、はい、でもう寝ようかっつって寝たんですよ、で寝て夜中2時か3時ぐらいにそのおしっこ行きたくなったんで、うん、トイレ行ったんですね、うん、でトイレ行って戻ってきたら、うん、クロちゃんが、うん、あの僕が寝てた布団をむっさかいでたんです。
何してんねん気持ち悪いのってこれさえつってなるほどその時結構ブレブレあのどっちもいけるみたいな女好きはだから表裏一体でマジで、はい、どっちもいけそうな感じありますよね雰囲気的に確かに性、うんまあ、性欲ありすぎたら両方行くみたいなそういうもんなんですかそうなんですね聞くで突き詰めていくとね突き詰めていくと、はいまあ、これも P です、はい、P でお願いしますね、うん、俺出てましたもんね出てってあのトロサーモンの村田とかはもう行かない芝居関係で飲んだ時があって口説かれたって言ってマジモンの P じゃないですか結構長めの P P っていうかもう全カットカットですカットですこれはもうあの僕これもちょっと P 入れてほしいんですけどあの僕そのデビューした時17、18ぐらいの時に結構可愛がってもらってたんですけどらららでそのフジテレビの番組の収録で行った時にはとりあえず楽屋入ったらハグタイム5分ぐらいみたいなあるんですでまあそれは全然良かったんですけどそのハグしてもらってる時によくからそろそろ篠宮君にも気許してんでしょあれ見せちゃいなよ見せちゃいなよって気許しちゃってんやそんなんするんや見せてもらったいやそれさすがに見れなかったっすけど、はい、でこれね、まあ、ピこれも P なんこれも P なんですけどHG がもうハOK って全盛期ロケした時やっぱ、はい、あのマンションのなんか間取りを調べるみたいなロケやったんですけど、はい、トイレであのカメラ来てないところでめちゃくちゃ HG のもうね、もう昔今はもうあの、まあ、すごいもう売れっ子ですからあれですけど昔はねあのもうゴリゴリやっぱあれあれめちゃくちゃ P やめちゃくちゃ P やけど今日全然オンエア時間長くないやばいそれだよねオンエア全然ですこれ多分あとあのルミコの食卓番組やられてるじゃないですかルミコの食卓、はい、小柳ルミコさんが、はい、あの深夜で通販番組する、うん、2人でやってるのそうそう僕がなんかこう執事みたいな感じで、うんでルミコさんがそのなんですかこう出てきた食べ物を食べたりとかでやってあいいわねいいわねとかって言って売るっていうメッシの話いっぱいされたメッシの話ばっかりだからいや僕もサッカー好きなんである程度できるんですけどやっぱルミコさんと収録のもう前日にとりあえずもうこの1週間のサッカーの情報全部入れてやっぱもうサッカー話をもうチャンピオンズリーグの話とかすごいな、はい、一人でもうなんかノートみたいな書いてあるもんなのそうそうもう毎日その X に今日の対戦表みたいなで全部見てるんですよすごいですねガチ全然寝てないって言ってましたへえ。ルミコさんの麻雀も好きですよねワルメデポンっていう番組で、ね、やってるんですけど、はい、やってありますもんねルミコさんご出演されて、うん、朝6時に番組終わるんですよ、うん、サッカー行ってくるって言ってくる今から試合みたいなちょっと遠出して行ってくるみたいなすごい麻雀だって寝れないのにすごいね、すごいですよねずっと寝てめっちゃ綺麗ですね未だにあー、はい、そうもう姿勢もピーンってなってあそうね、はい、だってあのケンヤさんとの、はい、あの全盛期ケンヤルミコの動きすごいもんなマジであーダンスのダンスすごいねマジで世界やったマジで今見せたいけどな、ほんまにすごいルミコケンヤマイケル、ジャネットぐらい踊ってるほんまにすごい、ほんと最近あとまた美容にも目覚めてらっしゃってそうなんですよねほんともうシュッとしてる元からね、綺麗ですけどもう40なって、はいはいはい、やっぱもう最後なんですかもうあがけんのも最後やし何してんの美容は、まあ、ヒゲ脱毛も行きましたしあ行ったの、はい、あそう行きましたしうわどうカラコンもなんか今入れてないですけどカラコン入れてるの普段カラコンも入れられるようになりましたしはい、やっぱちょっと年を取ってきたからこそ綺麗にしかなきゃみたいなもうありますし30代でやってるとちょっとこう、うん、ガチというかこうなんかまだ女性の目意識しとんのかいになるんですけど40代だったらええかと思ってボケになるし、はい、はい、綺麗やからさ綺麗やから、はい、もっと綺麗になってほしいとあれあれ芸能人
RG は何でもあ、ほんまやリアルや。それもでもあの先輩に言われてな、それこそ小坂さんに言われて、お前そっちに振り切った方がいいよみたいな。だ結構先輩の意見僕従順に取り入れるタイプだから。かわいいやつやね、はい、ね。HG もねすごいなんかあの、まあ、奥さんの影響かなんかでもういろいろ脱毛したりとか、うーん、そうそう、だもうここもないからね毛、つるんつるんやい。HG さんも本当に実際会うとね本当かっこいいですもんね。かっこいいですよね、もう本当のパッケパケやし、さんみたいな、うん、でもほんまにあの、まあ、ヒゲもそあれもないし、はい、多分やけど多分やけど二重にしたなんか、ま、だって昔の写真人やもんなって。いやそれ一番身近で見てるわけだよ。相方が疑うぐらい。疑うぐらい。分からんぐらいの。はい、うまく。大整形した。うんですね。これもピー。はい、これピーですか。わかりました。ピー入れてほしいんやけど、やっぱセリフ全然で出てけへんと、フラフラで行った時あって、うん、舞台に。マジで。ダイアウトの話。使える話あるけど。どう、ちょっと泣かせな会になってるかもしれない。今日クラファンのね、クラファンのホテル屋さん楽しませなあかんもんね。ね静岡からね来てくれる。ホテル屋さんだけ現場でね、このピーの話を。はい。というわけで、お知らせの後はトン三曲です。よいしょ。ここからはトン三曲コーナーに参ります。目指せレギュラーお笑いレンちゃんバトル、よいしょーよいしょよいしょ。はい、このコーナー若手の芸人さんがレギュラー出演をかけ1対1で戦う熱いコーナーです、うん、はい、毎週1組の若手芸人が登場、2分ネタで対決をします。2週にわたり2組のネタをご覧いただき、我々 MC と今回ゲストのオジンオズボーン篠宮さんにですね、はい、はい、無記名投票により勝敗を決定していただきます、はい、勝てばレンちゃんまたこの番組にお呼びしやすくなるということになります、はい、それでは参ります。2分間のアピールタイムです。ピン芸人でっかい久保田さんです。どうぞ。はい、じゃあみんな自分の席ついて工作の時間です。ちなみにハサミは人数分ないからみんな仲良く使うんだよ、わかった？はい、ちなみにみんなハサミの渡し方ってわかるかな？わかんない。ハサミはね、こうやって渡したら危ないでしょ。危ないよ。だから危ない方を自分に向けて、危ない方を持って渡すの、うん、みんなわかったかな、まあ、いい。そう、だからクワガタ渡すときはこう ね、 もうね、危ない方を自分に向けて、ね、危ない方を持って渡す、ね、あとカニを渡すときはこうだよ。あとシザーハンズ渡すときはこうね。みんなシザーハンズ見たことないのかな。面白いのに。先生はね、この間レンタルして好きなこと一緒に見たよ。いいでしょ。別にね、ハサミだけじゃないよ。例えばスタンガンを渡すときはこうね。危ない方を自分に向けて、危ない方を持って渡す。危ないね。あと戦車渡すときはこうね。だから友達に戦車貸してって言われたらこうやって渡してみてね。ないよそんな。あとスネを渡すときはこうね。危ないもんね。もしくはここだね。あと漫画の吹き出し渡すときはこうね。こう尖ってて危ないもんね。いつ渡すんだよ。あとトイレのマーク渡すとき、男と女がいて、女の方が危ないからこうね。今知らないかもしれないけど、女って危ない生き物なの。急に怖い。男の子のみんな気をつけてね。シザーハンズ一緒に見てたときまでは良かったけどね。
ホスト渡すとき、どこ持って渡すか分かるかな。ああ、どっちだろう。どこは危ない。どこは危ない。ホストは靴尖ってて危ないよね。でもね、ホストは口がうまいから、声が聞こえるだけでどこ向けても危ないの。だからホストを渡すときは、片方の靴を脱がして、靴で口を塞いで黙らせてから、こう持ってこう。ねえ。いいよ、そんなこと。いいよ、そんなこと。リコを渡すとき、そこは持ってます。それも危ないよ。絶対そうなんですよ。でも後ろ足で切られても危ないよ、ね、戦いましょう。だからユリコ渡すにはこうやってやってからうわーやめたはいどうぞ。いや泣かないの、はい、危ない方を持って危ない方を自分に向けて渡す。みんな分かったかな。ありがとう。今回実はあのパジェマトリアさんに、はいはい、推薦してもらって、お笑いの追っかけして、あら、そうなんだ、ね、お客さんだったから、やってまして、一番追っかけたのがトータルテンボス。なるほど、はい、なんであの、RJ さんのライブもよく行ってます。今日はちょっと持ってきましたんで、どれをどれをチラシとか、すごっ。うわ、これ来た、レーザーラモンの単独ライブ、キューバの時の時の時、2007年すごいやー。サインもいただいてます、ね、サインもしてるやん、いつの間にか。すごい。ビッコルの CD とか。うわすごい。しかもあれやん、 俺が CDR で焼いてた時代から。そう、それでもトータルさんの、YouTube とかにも、あのね、あの一緒に共演されてるのも、はい、ピンクちゃんも呼んだことがあって、で、ね、連絡取ってたら、あのいつからやってるんですかって言ったら、なんと私と同期だったんですよ。はい、嬉しい。15期生で、で全く知らなかったんですよね、お互い。そう、あ、僕はもう知ってましたけど、はい、僕はもう一回もネタ見せもせず、何もしてこなかった。そう、トリアさんの出待ちとかしてました。本当に僕ちょい役で出たりとかもあるんですけど、なんか一人だけ近づいて写真撮ってくれて、サインくださいとか、なんか様子おかしいからちょっと俺も話しかけちゃって、聞いたらお笑いファンだけどお笑いやりたいんですとか相談されて、いや NSC 入ってもそんなに変わらないよ。確かにその大丈夫かっていうのをずっと声かけてて、今ではネタの相談も。そうで現在はフリーで活動されていて、吉本、ね、ちゃうんかい。吉本入って朝一企画入って朝一企画クビになりまして今です、ね。めちゃめちゃしっかりしてますもんね、ネタね。今、しっかりしてる。あ、R1 とかは受けました。はい、ちょ、順々。はい、順々。はい、行ってるんです。鳥屋さんのおかげです。うわすごい。俺相談はされたので、あの僕はこう思うよみたいなのはあの返したりはしてたんですけど、うーわー、順々行ってるってことはザブングル加藤さんよりも上。加藤君が2回戦。俺も今回あの敗者なんだっけ、あの追加合格だったから負けてる。僕も RG さんなら中山幸太さんとか好きな追加より上や上やそれと。そうなんですよ。うわ変な。それであのサインをね作るのが上手くて、はい、あの、はい、僕、はい、あの芸能人のサインってパッと見誰のサインか分かんないじゃないですか、うん、で僕はあの見て誰か分かる芸能人のサインっていうのを勝手に SNS で面白い、はい、いっぱいあげてらっしゃる。例えばこれなんですけど、はい、これあの星野源で星でひらがなのでこれが源になってたり。うわあ、ほんまや、源になってる、うま。あとこれがあのタモリさん。あー、いやいや、かわいい。でこれがあのベッキー。あ、ベッキー、あ、これにすればいいね。これなんかぽいですよね。でこれあの本人が引用リツイートを。あー、締めた。次の日に辻のぞみさんも辻のぞみさんのサインでいいねしてくれて、でその次の日あのネットニュースになって、その次の日あのラッキー池田さんにもあのいいねしてくれて、順番が逆だった。ラッキーさんぐらいが最後ラッキーさん。これがあの吉本バナナさん。はいはいはい、はい、あーすごい、バナナって本人が使っていただいて。そうなんですよ、はい、ね、本も送られてきたんですよね、本人デザイナーや。そう、めちゃくちゃ著名人ってめちゃくちゃエゴサしてんねんな。うまっすね。これあの家入レオさん。家入レオ、なんか入ってる。かわいい。でこれ松崎しげるさん。怖い怖い怖い。こっち。どう違うんだよ。どう違うんだよ。今日はあのちょっとあの。そう、作ってくれて、いただきまして、はい、ただ RG さんのサインがもうめちゃくちゃいいサインじゃないですか。そうやね、
あれにはちょっと超えれないんですけど、一応あのスニーカーの時の、おーうわーすごい、あのポーズ、あのポーズになってる、うわーすごーかわいい、わー RG のところがスニーカーで、だからここその時履いてるスニーカーを描いてもらえる、すげーめっちゃすげー、これ上げてもいいですか、ありがとうございます、おーイエーイ、ガツで、これが、はい、あ、ピンフちゃん、あ、ピンフちゃん P で、はい、で、ここで、んで、フになって、あ、ありがとうございます、あ、ピンフちゃん、あ、嬉しい、色丸がこう、マージャンのあのいいピン、やったー、これマジで使います私、はい、ありがとうございます、あの、オーバーシオトコさん、あ、すごい、相当コサイン、オーバーシオト、あ、すごい、目にもなってる、はい、かわいい、すごー、ありがとうございます、ありがとうございます、やっぱお笑い好きやからこうネタ以外の、うん、SNS の活用みたいなもん、ほんま、ヒューマン中村と同じ感じ感じないですから同じことして、ありがとうございます、すごー、こんなことばっかり考えてるんです、そうですね、でもサインもらうのが好きだったんですよ、芸人やってる時に、でもサイン整理してる時にこれ誰のサインだか多すぎてっていうのがきっかけで、あれいいですよ、あの僕その解散してからいろんな芸人さんとコラボじゃないですけど、うん、やってるんですけど、気づいたのがもう芸人によって台本の書き方全然違うんですよ、その人を A とか B にする人もいれば、きっちり名前書く人もいれば、その名前とセリフの間にちょんちょんを入れるのか、イコールを入れるのかとか、なんかもう全部違うんですよ、だからその台本をもらうっていうのうわいいかもしれないです、ぶっ込み若さでも、はい、みんな台本ってくれるもんなんですか、芸人さんってもらっはず、いや、やだってならないんですか、まあでもやっぱ置いて帰っちゃうからね、みんなね、あ、うん、うわもうフリーなんで楽屋には行けないいや、ちょっとちょっと行きづらい、裏のルートでね、裏のルート清掃員とかになるしかないですね、合法的に手に入れるしかないですね、あのでも、まあ、こんなん言ったらあれですけど、まあ、ピー入れますよ、ピー入れますよ、はい、の警備ガバガバって誰でも入れますよ、まあ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 、僕吉本じゃないですけど結構入れますよ、ね、芸人ですって言います、はい、ガバガバですけどもね、はい、あとね久保田さんは、はい、ポケモンカードのあのワールドチャレンジトーナメントで北海道で優勝、すげー、すごいな、 SNS に上げたら外人がそれ10万で譲ってくれないかって来て、あるね、無視してたら15万になって今50万にまで上がってる、だから今あの返事はしてないんですけど、売り気もないので、ない、はい、ちょうど4月からポケモンカードの YouTube 始めようかな、ポケカはみんな好きですからね、世界中よ、だからあの一回家にあるカードを前回調べる会をやったんですけど、総額多分5、600万円、うわーすごい、入られますよ家あなた、あれちょっとなんかほんまに芸人やらんても儲かりそうなことばっかりしてるな、いやちゃんと指示しなさい、あの吉本を辞めますって来た時に当初心配してたことではあったんですね、何年間頑張ったけど、はい、ちょっと心が折れるんじゃないで、フリーに、浅い企画行ってクビになりました、でフリーになりました、じゃあ SNS ではずっと見守ってはいたんですよ、見守ってはね、である日急に芸能人のサイン考えましたって画像アップし始めて、あ壊れはったと思ってて違います、ちょっと心配してたんですけど、立ち直る、はい、だからなんかそれ以外の才能がすごいタイプかもしれないですね、ある、実はこんな才能あんのになんで朝企画をクビになるの、そうネタも面白いよ ね、でも本当に、あでも年齢が35歳だし、朝企画って年齢制限あるし、でもガーナーも出れないもんねっていう、あ出れ、あそこ当時1週間後に経歴制限解除を発表した、あ、じゃあ割とつい最近なんですね、10月11月とかの話で、なんかもったいないです、いろいろポケモンで儲かると思うよ、多分、頑張ります、ポケモンとサインの人でもうね、良さそうです、マジで余裕モンスターの分だけモンスターのサイン考えるもん、あもポカチュウのサインとかね、あ、はい、いただきます、ポカチュウのサインコンサルみたいな、ね、なんでもないな、ね、ピューちゃんもまさかの同期でまたここでお会いできるとは本当に嬉しかったでございます、はい、ありがとうございました、というわけで、でっかい久保田さんでした、ありがとう、
大島美希初のオリジナル CD ヴィーナス発売中。よいしょ、よいしょ、はい、というわけであっという間にオラスが来ました。エンディングです。いかがでしたでしょうか。むちゃくちゃ楽しいです。あ、よかったです。むちゃくちゃ楽しいです。あの労力使う番組なんですけど、いやありがとうございます。30分待って、すいません。めちゃくちゃマジで P がね、そうですね、 P がどうどこをどう使うかっていう、結構長尺でお二人おしゃべりいただいてるんですけど、はい、ほとんど使えないかな。使えないかな。相当面白い回だったんですけど ね面白かった。使えるかどうかがちょっと、はい、あの心配なんですけども、はいはい、もうあのコスメのところ全部切っていただいていいんでメイク男子が切っていただいて、メイク男子のところ行きます、行きますよ、あそこ もちろん、はい、あのなんかあの、まあ、告知というか、あの、まあ、YouTube の方でもう大丈夫ですかね、はい、YouTube 篠宮、はい、はい、ぜひお願いします。 YouTube も20万人いらっしゃいますので、はい、ぜひ皆さん、あのまだもうこちらが言うことではないんですけども、そうですね、こっち今2000人でしたっけ、何倍だったら突破しましたもんね。まだ見たことない方もいるかもしれないのでね、うん、皆さんぜひご覧ください。ありますあと西村ひろちゃん、あそうひろちゃんともライブやるんで、3月の17ですかね、ひろちょっとやるの、面白そう。じゃあだからオンエアの次の日ですよね。もうチケット売れてるかもしれませんけれども、あれあのぜひ西村ひろちゃんとの4月は BKB と、そうこの間ひろちょもね、ジャンワラ来てくれ、ね、出てましたもんね、はい、ぜひあのコラボも見に行っていただけたらと思います。ひろちょ肌が荒れてたからちょっと何とかしたいんですよ。美容ね、美容教えてあげて、はい、ね、あいつも可愛らしい、可愛らしいとか言っちゃった名残惜しいながら今夜見せじまいとさせていただきます。ジャマラの登録もよろしくお願いします。おじおずまおしの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お相手は大進がピューちゃんとレーザラボ RG とパジャマトリアと、もう一回すいません、はい、おじおずまおしの皆さん、ありがとうございます。バイチェーン、また来週お笑いです。